ロッテグループしげみつたけは、日本、韓国の実業家。日本統治時代の朝鮮継承、南道ウルサン軍出身の在日韓国人一世で、本名は、新格鋼。ロッテグループ会長、日本プロ野球の千葉ロッテマリーンズと、韓国プロ野球のロッテジャイアンツのオーナーを務めた。韓国第5位のロッテグループ財閥の元総帥。1921年、 日本統治時代の朝鮮の継承南道ウルサン軍で、五男五女の長男として誕生。戸籍上の青年月日は1922年10月4日。しかし老人が牛耳る故郷に未来はないと見切りをつけ、妻と娘を残したまま1941年に、カンフ連絡船に乗って所持金わずか83円で、日本本土へ転居。 文学等を夢見ていたので文学を専攻するつもりだったが、徴兵を避けるには工学の専攻が必要ということになり、科学工学を専攻した。新聞、牛乳配達などをしながら、1944年に早稲田実業学校を卒業した。日本人の友人の勧めで切削油生産工場を設立し事業を開始。 戦時中の連合国の爆撃で建設したばかりの工場は全焼したが、アルバイトで働く、学生時代の彼女との誠実な性格を信じて5から6万円という多額を出資した日本人投資家は、稼働前に工場が爆撃で灰になっても、真を最後まで信じた。真は、崩れた軍需工場で石鹸を作って再起し、日本人投資家に借金を1年半で全額返済。 感謝の気持ちで住宅一件を送った。1945年太平洋戦争が終結。新中軍が持ち込んだ中インガムが人気を博しているのを見て、1947年にガム製造に乗り出す。1948年6月に株式会社ロッテ設立代表取締役社長に就任する。ゲーテの若きはエルテルの悩みを愛読していたカノトが主人公。 シャルロッテより名前を取った。ロッテのガムは人気を博し、シンは実業家として成功を収めた。1954年、サッカー W 杯予選出場のために来日する韓国代表チームの支援活動を始める。後に1964年東京オリンピックの韓国選手団を支援した。1965年の日韓基本条約によって両国関係が 正常化し、1967年4月、祖国に貢献するという信念を引っ下げ、韓国にロッテ製菓を設立。日本で稼いだ資金で一方的に韓国に投資した。シンは韓国に進出する際、食品会社ではなく重化学会社の設立を希望していたが、石油化学事業は LG グループが事業者になって断念した。製鉄業を 僕世紀大統領に勧められたが、あとにポスコという反感反民の会社がやることになって、製鉄業も諦めた。やがて資源が乏しい韓国には観光立国づくりが必要になると考え、しかし、韓国には一流ホテルがなかったため将来性があると判断し、観光業への参入を決めた。ホテル業の経験はなかったので、世界各国にある一流ホテルを回って勉強し、 国際観光公社が経営していた半島ホテルを買収した上で日本の帝国ホテルをモデルにした38階建てのロッテホテルを建設することにした。ホテルは1979年に完成し成功を収め、1988年のソウルオリンピックの際には同ホテルに五輪組織委員会本部が置かれた。こうして功績が評価され、1995年には 観光産業分野では初めて均等産業勲章を受賞した。1997年3月に富山ロッテワールドがオープン。開館式のテープカットには日本の元首相4人が参加し、交友の幅広さを示した。1969年、進行のあった岸信介元首相による仲介で東京オリオンズのスポンサーとなったことから野球との関わりが始まった。 球団名をロッテオリオンズとするが、球団経営は引き続き、大英に委ねた。その後、大英の経営危機により、1971年に正式にロッテオリオンズの経営権を譲り受けるが、オーナー職は球団の個人株主で、大英経営時代の副オーナーだった中村長吉に委ねた。1972年に、 中村が退任して、他球団の経験を買収したため、11月に、ロッテオリオンズのオーナーに就任した。しかし、元来は、野球より、サッカーが好きであったとも言われ、オーナー会議や球場にはほぼ姿を見せず、現場を訪れたのは1973年7月11日の、神宮球場での退日卓ホームフライヤーズ戦や1984年8月25日の、 川崎球場での対西部ライオンズ戦など数度に留まる。また、1982年に韓国でプロ野球が発足するときに1975年、結成していたアマチュア野球チームロッテジャイアンツをプロチームにして参加した。2009年7月1日、創業以来勤めてきたロッテグループ社長を退き、会長に就任。2015年7月には代表権のない、 名誉会長に退いた。2017年、次男の秋夫と共に勤務実態のない親族らに、計500億本台の給与を支払うなどをしたとして、横領、脱税などの罪に問われ12月22日に懲役4年を言い渡され、2019年に刑が確定したが、健康上の理由から習慣はされなかった。2020年1月19日、 ソウル市内の病院で老衰のため死去した98歳を撃つ。これにより1960年代に韓国の急速な高度経済成長を支えた10大財閥の創業者は全員用去った。母書は故郷である大韓民国ウルサン市宇津州軍さん同面トンモトザトに混流された。死後、茂光が意思決定能力に 問題のなかった2000年3月に作成した直筆の遺言状が東京の事務所にある金庫から発見され、2020年6月11日に裁判所において法定相続人の資格がある4人の子供の代理人が立ち会う中で開封された。そこでは、自らの後継者を次男の秋夫と定め、長男の広雪については、ロッテホールディングスや韓国ロッテなどの実務、 人事からは排除するよう求めたほか、他の家族についても経営には関与しないことを求めていた。この内容は、同年6月24日に、秋尾より、ロッテグループの日韓両役員に伝えられ、公表された。新格好に関するカテゴリー。ありがとうございます。